やってきました北海道。やってきました函館。函館が舞台の100万ドルの道しるべ。大ヒット中だぜ。今回は、聖地巡礼の旅パート4をお送りします。今日はいよいよ劇中のクライマックスでもあった、函館山を紹介するぜ。しかし今日は平日だというのに人混みすごいわね。ロープウェイ乗り場までたどり着くのに2時間ぐらいかかってしまったな。時間に余裕がない場合は、観光バスか観光タクシーを使うことをお勧めするわ。そうだな。ちなみに自家用車で山頂まで行けるのは、昼間だけなので注意だぜ。観光バスやタクシーは夜でも行けるのよね。まあ、今回は劇中でもロープウェイが出てきていたのでこっちで行くぜ。あれ？これ景色があまり見えない函館山側の席じゃない？仕方ないだろ、混んでて海側の席を取れなかったんだから。それじゃあ、ここからは臨場感を味わってもらうために喋らず行くぜ。あ、これ逆だった。反対だったでしょ、うん、積もったもん。いいのいいの。到着したけど、映画でのシーンはどこかしら？なんかここら辺ではなさそうだよな。でも、見て、ここからもすごい綺麗よ。うわぁ、確かにすごい綺麗だな。今日は天気も良かったし、昼間は暑かったんだけど、さすがに北海道だけあって夜はちょっと寒いぐらいね。そうだな、それに山の上だしな。夜は厚着をおすすめするぜ。暑かったら脱げるような服装がいいわね。ここ函館山は下で天気が良くても、夜になるともやがかかって、全く夜景が見えない日も多いんだぜ。じゃあ、今日は最高ね。霊夢、映画のシーンはここの階段の上みたいだぜ。それ本当？どうしてわかるのよ？コナンのスタンプラリーのシートを持っている人をたくさん見かけたからだぜ。それは間違いないわね。うわぁ、でも人がたくさんいすぎて何も見えないじゃないのよ。こういう時は五稜郭でも使った技を披露だぜ。わかったわ。すいません。ちょっと開けてもらってもいいですか？シーン。コナンファンが撮影に夢中でこれは無理そうだわ。ヘイジー、カズハー。まあ、でもここがロケ地だったのは間違いなさそうね。この方たち、ほとんどがコナンファンだということは間違いないんだけど、海外の方が多かったのにはびっくりだったぜ。確かに明らかに日本人じゃない方がたくさんだったわよね。なんか待ってても暑そうにないのだが。そうね、居座ってしまっているわね。ちょっと横から覗いてみよう。あんまり見えないわね。仕方ないので後で別撮りするぜ。スマホでもこれぐらい綺麗に撮影できるんだぜ。ちょっと感動ものね。でも、やはり実際に生で見るとガチで感動するから、みんなもいつかは来てほしいな。なんか函館観光協会の回し物みたいな言い方ね。ロケ地も見れたし、霊夢はどうだった？最高だったわよ。でも長居したらグレネード弾が空から降ってきそうだし、そろそろ降りたいわ。帰りは偶然にも、一番先頭で乗車待ちできたので、夜景が見える席を取れそうだぜ。やったー、トロトロしないでよ。しかし100万ドルの夜景とはよく言ったものね。劇中では意外と安いのね、とか言っていたお姉ちゃんがいたけどな。確かにいたわね。結局、何をしに函館まで来たのか謎だったわね。なあ霊夢、100万ドルの道しるべ聖地巡礼は、ここ函館山で終わりにするがどうだった？
最高だったわよ。恋人ができたら絶対にまた来るわ。そういう死亡フラグを立てるのはやめてくれ。あら、相変わらず失礼よね。それよりも何よりも、もう一回映画が見たくなってしまったわ。ああ、わかるわかる。細かい部分までも確かめたくなってしまうよな。それじゃあ、この先も臨場感を味わってもらいたいので、会話は一旦ストップするぜ。そんなわけで今日は100万ドルの道しるべ聖地巡礼の旅パート4をお送りしたぜ。これが最後の紹介になるかと思うと寂しくなってしまうわね。それにしても数えきれないほど思い出をたくさん作れたわ。あっという間の2泊3日だったな。正直もう少し長くいたかったわね。こんな素敵な街で告白されると絶対うまくいく気がするぜ。うちらの旅は今日で終わりだけど、名探偵コナンはまだまだ続くぜ。平次とカズハの恋の進展にも今後も引き続き注目ね。そして来年の映画はどんな展開になるのかしらね。じゃあ来年は長野で聖地巡礼をしようか。いいわね。今からお金を貯めておかなきゃだね。みんなからのコメントも待っているぜ。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価もよろしくね。それではまた次回お会いしましょう。